9月に入ってから北朝鮮が各種いろいろなミサイルを発射している。今回は北朝鮮ではなく日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。イージス・アショア設置計画も白紙となり、赤信号が点滅もイージス艦2隻建造へと現段階では変更されているが、高性能レーダーもどうなるのか。2021年9月になってしばらくおとなしかった北朝鮮のミサイル実験が頻繁に行われるようになり、その迎撃態勢が気になるところであるが、現時点で北朝鮮の弾道ミサイルを日本本土に影響がない安全な地点で迎撃できる BMD 弾道ミサイル防衛能力を持つのは海上自衛隊の8隻のイージス艦のみとされている。海上自衛隊のイージス艦は2021年3月19日にマヤ型護衛艦2番艦のハグロが就役して防衛計画で定めたイージス艦8隻体制が確立されている。海上自衛隊のイージス艦は混合型から始まり DDG173 混合、 DDG174 霧島、 DDG175 妙高、DDG176 鳥海の4隻に続いて、アタゴ型が、DDG177 アタゴ、DDG178 足柄が2隻、そして、最新のマヤ型が、DDG179 マヤ、DDG180 ハグロの8隻である。この8隻の艦名には、山岳の名が付けられているが、金剛と霧島は、旧帝国海軍のメグヒロシ戦艦、金剛、霧島から引き継いだ命名とされ、他の6隻は、従順洋艦、妙高、鳥海、アタゴ、足柄、マヤ、ハグロを引き継いでいると言われている。ちなみに、イージスとは、ギリシア神話において、知恵、芸術、工芸、戦略を司る女神アテナが身につける、防具や盾のことで、ギリシア読みではアイギスである。イージス艦アイジス・ウォーシップとはアメリカ海軍とロッキード・マーチン社が開発した防衛システムを搭載した艦を指し、 AWS アイジス・ウェアポン・システム、イージス武器システムと呼ばれる対空戦闘を重視した艦載システムによって、次艦のみならず艦隊全体をカバーする防空能力を保有する艦艇のことである。イージスシステムは大きく分けてレーダーなどのセンサー類、制御装置、武器の3つの要素で構成されており、飛来する敵戦闘旗や対艦ミサイルを探知する八角形の大きなスパイ1多機能レーダーは艦橋の4カ所に増備されていて、イージス艦の特徴となっている。その情報を制御する高性能コンピュータ群は、探知した攻撃対象の脅威の度合いを自動的に判定し、対応に最適な武器を判断し、射撃を自動制御で実行するまでを短時間にこなすことができる。そして、武器は、対空、対艦、対潜水艦戦闘用に、ミサイル、魚雷などが搭載されていて、特に、防空用の対空ミサイルには、短距離、中距離弾道ミサイルの迎撃が可能な艦船発射型弾道弾迎撃ミサイル、MIM-161 スタンダードミサイル3が垂直発射装置、VLS に搭載されている。この SM-3 と呼ばれる対弾道弾ミサイルを、海上自衛隊では現在、ブ、ロック 1A、1B、2A の3タイプが配備されているが、最も、初期型のブロック 1A は、金剛型4隻に搭載され、2007年12月に、金剛が、ハワイ沖での発射試験 JFTM-1 において、模擬弾道ミサイルの撃墜に成功している。SM-3 ブロック 1A は、1発約16億円のミサイルで、
最大射程は 1200km。 一隻の VLS 内に8発が搭載されていて、ブロック1B はその改良型で、最新のブロック2A は射程約 2500km と高性能であるが、1発あたり約40億円と大変高価なミサイルで、マヤ型に8発搭載されている。この頃は北朝鮮による弾道ミサイル発射実験が相次いで実施され、2009年には東北地方を飛び越えて太平洋に着弾するなど、日本本土に着弾する可能性が懸念されていて、領空に侵入する弾道ミサイルを撃墜するための自衛隊型改正などの準備が進められる中、それまで弾道ミサイル迎撃能力が与えられていなかったアタゴ型2隻のイージスシステムのアップグレードと VLS の改修が施され、 SM-3 ブロック 1B が搭載された。この改修を終えたアタゴは2018年9月にハワイ沖においてブロック 1B の発射実験を実施、見事に模擬弾道ミサイルを撃墜した。さらにアタゴ型のアタゴと足柄は2019年度予算において SM-3 ブロック 2A を搭載するための改修工事に予算が付けられて、ブロック 2A が搭載されることになっている。防衛省が2019年に発表した平成30年版防衛白書によると、北朝鮮などから弾道ミサイルが日本に向けて発射された場合は、海上の BMD 能力を有するイージス艦がそれを捉え、地上の警戒管制レーダーと連動して追尾、成層圏を飛行する弾道ミサイルを撃墜することになっており、もし撃ち漏らした場合は地上の PAC-3 パトリオットミサイルが対応するとしている。防衛省では2018年に北朝鮮による弾道ミサイル発射に対応すべく、イージスアショア2機を購入するとして、秋田県と山口県への配備を計画した。イージスアショアとは、イージス艦に搭載されているイージスシステムを一つのコンポーネントとして、そっくりそのまま陸上に設置するもので、いわば陸上のイージス艦である。スパイ1より高性能である AN スパイ7レーダーを用いて、SM-3 ブロック 2A を発射して、弾道ミサイルを撃墜するシステムで、護衛艦隊防衛任務もあるイージス艦の負担を軽減する目的であった。当初の計画では、2025年から陸上自衛隊によって運用開始される予定であったが、当初1機800億円とされていた建造費が高騰したことや、設置予定の自治体からの承諾を得ることが難航していたこともあって、結局導入は中止されることとなり、その代替案としてイージス艦を2隻建造することが決定された。とはいえ、北朝鮮では日本を射程内に収めることができる中距離弾道ミサイルのドンなどが数百機、一説によれば500機以上とも配備されていると伝えられており、もし同時飽和攻撃を企てられた場合に、現有の海上自衛隊のイージス艦8隻と航空自衛隊の PAC-3 パトリオット5個交差群発射機約100機だけでは対応しきれないことは明らかである。さらに中国、ロシアにおいても、弾道ミサイルはもとより射程が延伸されて日本本土に到達可能な巡航ミサイルが配備されているとも伝わっている。イージス艦にせよ PAC-3 にせよ、その建造や購入は予算さえあればいくらでも増やすことはできるのであるが、それらを稼働させるためには人員が必要であり、特にイージス艦ではマヤ型で300人が必要となる。近年、各自衛隊とも少子化などが原因の人員不足が課題となっており、
海上自衛隊では、それを補う意味で、少人数タイプのフリゲートが建造されているほか、潜水艦への女性自衛官上官などで対応しているのが現状なのである。これらの現状を踏まえて、この先の日本の防衛を考えるならば、仮想敵国による弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射への抑止力としての自衛隊による敵基地攻撃能力の確保と弾道ミサイルの保有、この2点を最優先で検討すべきであろう。